ただいまから知事定例記者会見を始めます。本日は知事からの発表項目が2件ございます。1件目は水災地震保険とトライアル補助金の申請受付開始について、2件目は宮城県働き方改革応援宣言プロジェクト事業、介護事業所を対象とした週休3日制導入支援事業についてでございます。それでは2件続けてよろしくお願いいたします。はい、それではまず水災地震保険とトライアル補助金の申請受付開始についてご説明いたします。県では大規模な自然災害が発生した場合でも住宅等の再建に要する費用負担を軽減し、早期の再建を可能にする自助の取り組みを支援するため、水災火災または地震保険の新規加入世帯に対して最大4000円を交付する本補助金の申請受付を本日より開始いたします。国に確認いたしましたが、このような補助事業は全国初の取り組みということでございました。補助の対象は水災補償もしくは地震補償付きの火災保険等に初めて加入された世帯、またはすでに加入している火災保険等に水災補償もしくは地震補償を新たに付帯した世帯としております。補助金の上限額は住家にかかる保険の場合は3000円、火災にかかる保険の場合は1000円としており、双方を対象とする保険に加入した場合は4000円の補助を受けることができます。受付期限は来年の2月の28日までとしておりますが、今年度の予算額2000万円に達し次第終了させていただきます。参考までに水災地震保険の付帯率をグラフにまとめておりますが、本件は地震保険の付帯率は全国1位である一方、水災保険の付帯率は全国平均並みかつ低下傾向にあります。本事業を通じて東日本大震災の教訓を踏まえた地震への備えと、近年増加しております台風等の水災への備えをしっかりと後押ししてまいりたいと考えております。次に2点目ですね。次に2点目、介護事業所を対象とした週休3日制導入支援事業についてであります。本件では介護職員のワークライフバランスを改善し、介護職の魅力を向上するため、介護現場への週休3日制導入支援を進めております。令和3年度におきましても5社程度の事業者を対象に導入支援を行うこととしており、本日より募集を開始いたしましたのでお知らせいたします。募集の期間は本日5月24日から6月18日までとなっており、7月上旬頃の事業者決定を予定しております。県の長寿社会政策課のホームページに専用の応募フォームを用意しておりますので、たくさんのご応募をお待ちしております。また応募フォームと同じページに昨年度支援を実施した施設へのインタビュー動画も掲載しております。ぜひ一度ご覧いただき、現場の生の声に触れていただきたいと思います。本日はインタビュー動画を2分程度にまとめたダイジェスト版を用意いたしました。こちらのモニターをご覧いただきたいと思います。業界であるということではないし、前から考えてたわけなので、どういうふうな形で週休3日制ができるかということをまずみんなに提案をしました。介護の仕事の中で週休3日制度導入というのはあまり耳にしたことがなかったものですから、どうなるんだろうなっていう。8時間勤務から10時間勤務になるっていうので、シフト作成するときにすごく悩みました。期待よりも不安の方が大きかったです。目標はまず最初に作れるのっていう疑問があったので、その勤務表作成の本人があったんですけども、その時に今できるんだと思って
がすごい良かったなと思ったところで、まずその勤務の重なる時間が増えたものですから、皆さん今まで慢性化してた残業の部分が減ってきます。介護っていうところから離れてちょっと一息つく時間が取れるようになったっていうのはすごい大きなことだなというふうに思いました。今までだとお休みがやっぱり少なく感じているんですけれども、3連休とか初めて取らせていただいて、すごいそれがすごく充実した休みだなと思いました。初めの導入の段階では結構苦労すると思うんですけども、その分の成果は出るんじゃないかなと思ってます。このようなポジティブな変化がこれからもたくさん続いていくことを期待しております。皆様のご応募をお待ちをしております。かなり、すでに、昨年度ですね、実験的にまずやりましたけれども、その残業時間が相当減ったという効果が出ました。その分職員の皆さんの負担が軽くなっているということだと思いますし、続けた休みが取れるようになりましたので非常に、好評でございました。で、必ずしもこれ導入したから3日制にしなければならないということではなくて、3日制をやる人もいれば2日制の人もやる人もいるということで、それぞれの事業所で選択できるようなことになりますので、事業所で働いている方の中で選択ができるということでありますので、決して強要するものではありませんので、非常にいい取り組みでございますから、ぜひ、我こそはどの事業所で見ていただきたいというふうに思います。私からは以上でございます。はい、ただいまの発表項目について質問を受けたいと思います。なお、質問は案件ごとにお受けいたします。また質問に際しまして、はじめに社名をお名乗り願います。最初に1件目、水災地震保険等トライアル補助金の申請受付開始についてお願いします。はい、どうぞ。先ほど知事から全国初のということをおっしゃってたんですけど、改めて皆さん、どの部分が全国初の事業というのか、水災への保険の補助金としというのが全国初というところになる。はい、水災地震ともにですね、火災保険に、付加をするのに、行政側が、財政的な支援をする。一定のものが全国発生ということであります。負荷をするところに補助が出るというのが全国発生ということですか。そうです。わかりました。はい、これ水災は当然ですけれども、地域によってはですね、水害がないところがありますので、これも、それぞれ自分の住んでいる場所、ハザードマップなどを見ながらですね、水害の可能性が高いところにお住まいの方はぜひ入った方がいいというふうに思いますし、地震は宮城県どこに住んでいても、ありますので、地震保険はできるだけ加入された方がいいというふうに思います。はい、ありがとうございます。他にございますでしょうか。はい、どうぞ。改めてこの新制度を導入された地の思いというのを考えると、地震の補償金の保険加入が全国1位ということで、はい、に対しての所感をいただけますでしょうか。はい、この制度を使って保険に加入した人がですね、もし被災をされた、地震や水害に被災された場合でもですね、当然、その他の方と同じようにですね、行政として国としていろんな各種支援は同じようにさせていただきますが、やはり何と言いましても、自分の財産は自分で守るんだと、自助がベースにあった上にですね、控除というものが私はその上に乗るべきだというふうに思っています。今後人口が減っていく中で、税収がどんどん減ってまいりますので、今まで以上に、いろんな支援ができるという保証は何もないというふうに思いますから、まずは自分の身は自分で守る、自分の財産は自分で守るというものがあって、その上にやはりこういった、行政の国の公的な支援というものがあるんだということが私の考えのベースにあるということでございます。とはいえですね、なかなか、新たな保険に入るというのはですね、お金の負担がかかりますので、まずは、少しこう押す意味でですね、1年だけでありますけれども、こういう支援をさせていただきたいと考えたということであります。
それから現在宮城県が、地震保険の加入率が全国1位であるということについての所感であります。見ての通り、この折れ線、皆さんにお配りした資料のですね、折れ線グラフの一番上の折れ線グラフが宮城県の地震の保険、そして一番下の×がついております折れ線グラフが全国の平均ということでございますので、かなり宮城県は、他の県に比べると、全国平均に比べると 20% 程度加入率が高いということになります。これは非常に望ましいことだというふうに思います。それだけ地震が多い県であるということの裏返しでもあろうかと思います。ただまだ見ての通り、令和元年度で 87% ということで 13% の方が加入をされておりませんので、ぜひそれでも多くの方に加入をしていただきたいというふうに思います。ただ建物によってはですね、地震で壊れない建物であったり、あるいは最近マンションの中でも免震の建物が非常に増えていってますので、そういった方には無理して入っていただく必要もないかなというふうに思っています。他にございますでしょうか。はい、なければ次に2件目、宮城県働き方改革応援宣言プロジェクト事業、介護事業所を対象とした週休3日制導入支援事業についてご質問ございますでしょうか。はい、はい、それではこの件なければ以上で知事からの発表項目についての質疑を終了したいと思います。